遥か遠く地球を離れた月面で戦う二人の戦士、カズキとビクター。しかしビクターは戦いを収め、自らの力でカズキ一人を月面から離れさせようと試みる。ダメだ、お前も来るんだ。ビクトリアが待っている。もう戦う意志がないならビクター、共に生きる道を新しく探そう。一方、トキコは錬金戦団と共にカズキ救出のため遥か高く宇宙へと飛び立つ。カズキ、トキコさん、君が死ぬ時が私の死ぬ時、いや、君と一緒に生きていく。もう離れない。君と私は一心同体だ。カズキはパピオンの手で作られた白い角金によってビクター3から人間へと回帰する。そして決着の時、武藤カズキ、約束覚えているだろうな。ああ、決着をつけよう。行くぞ。やれ、今度はしくじるな。翔太、俺はお前を二度も殺したくない。これが俺の選ぶお前との決着だ。かくして数ヶ月にわたり繰り広げられた戦いの数々は幕を閉じた。体の方は本当に大丈夫か？うん、もうバッチリ。トキコさんこそ大丈夫？なんだかそわそわして落ち着きないけど。角金は私の体の一部同然だったから、いざ手放してみると少々心細くてな。大丈夫、ここにある角金はこれからずっとトキコさんと一緒だから。そうか、それならきっと安心できる。みんな！日常から非日常へ、そしてまた日常へ。行こう、トキコさん。ああ。集英社ドラマ CD 武装錬金2、武装錬金アフター。全てが終わって二月、吐く息も白くなった12月半ばのある日。できたか、カズキ。うん、トキコさん、次行っていいよ。よし、それじゃあ次読むぞ。小金作りの太刀を履き、霧布の弥生、重道の弓持って、連前足毛なる馬に、うん、もう下校の時間か。せっかく放課後残って勉強してもなかなか進まないものだな。早く終えて帰ろう。じおい、カズキ。何じっと人の顔を見ている。私の顔に答えは書いてないぞ。ほら、ちゃんと教科書の方を見ろ。いや、そうじゃなくて。なんだ？なんていうか、その。遠慮するな。言ってみろ。そう。じゃあ、トキコさんのその傷、一度触ってみたいなと思って。え？その傷、触ってみたいなって。傷ってこれか？うん。トキコさん？あれ？トキコさん？やめ！あ、待って、トキコさん！トキコさん！あ？なんだなんだ？
どうしたの和樹くん、そんなに慌てて。時子さん見なかった？は？期末考査の追試に備えて勉強を教えてもらっていたんじゃないのか。いや、それがカクカクしかじかでさ。海水浴の時のへそといい、お前目の付けどころがいちいち変わってるな。そうかな。じゃあどこに目をつけるのが普通なんだ？体脂肪率とか。十分変わってるよ。王道を行けば、いやとか、あとかに目が行くな。時子さんじゃないけど、エロスはほどほどにしなよ。人は関節周りの曲線美に弱いからな。女性は男性の手に惹かれやすいし、男性は女性のうなじや肩、足首の魅力に取りつかれやすい。どんなアダルトな考察。いいか、和樹の趣味はおかしいんだ。時子さんの身になって考えてみろ。あの人だって普通の女子高生だぞ。普通なのか。普通じゃないだろう。とにかく和樹の変な趣味に時子さんもついに嫌気がさしたわけだ。想像してみろよ、時子さんだってあんなに綺麗なのに傷とかへそばかり見られて。いや、もっと妄想するところがたくさん。 Oh yeah。 エロス。和樹はどうして時子氏の傷が気になるんだ。え、いや、だってさ、綺麗だと思わない？ほんのり澄んだ薄紅色で。思わないじゃなくて、もうちょっと考えてから。和樹、お前はもっとまともにストロベリーってろ。ああ、俺だったら世界標準グローバルスタンダードなストロベリー、そんなストロベリーを体験できるのに。ストロベリーに縁のない岡倉くんに言われてもな。カッチーン。スクミズ好きには言われたくないわ。そうそう、スクミズは旧型が一番って。岡倉くん、それは。カズキ、どうせ触るならうなじとか耳とかを触った方がいい。その方が時子氏も喜ぶし。喜ぶ？喜ばん！時子さん！なあ、待て！時子さん！ああ、ストロベリーなお相手、俺も欲しいな。大丈夫かな、二人とも。心配無用な気もするけど。にゃ！ここは和樹のためだ。俺たちが力にならにゃ！行くぞ！6マス大浜、二人を追いかけるぞーって。ストロベリーエロー。岡倉くん、絶対興味津々なだけだよね。大義名分だな。行こうか。あ、ミュウ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 。どうしたのマッピー。サーちゃん、チーチン、大変。具合でも悪いの？なんか時子さんの気配。え、なんでそんなことわかるの？ん？時子さんレーダー。そんなのあるんだ。うん。あ、あれ？本当に来た。時子さん？まずいとこであった。あ、何？いや、なんでもない。ねえねえ、これからチーチンとサーちゃんとレッツお茶しに行くんだけど、トキコさんも行こうよ。いや、今は。あ、そうだ、トキコさん。なんだ？トキコさんとお兄ちゃん、最近どんな感じなの？え？結構進んでたりするんですか？ちょ、何を。こないだ体育館の裏で、お兄ちゃんとピッしてたでしょ。あーしてたの？何を言うか、そんなことは。ひょっとして、これからお兄ちゃんと待ち合わせ？違う！むしろ逆だ！逆？逆ってもしかして、それで、私には、お前らがわからん。あの、普通に待ち合わせじゃないってことですよね。いいから、今は行かせてくれ！そうだ、和樹が来たら、教室へ戻ったと言ってほしい。頼んだぞ！うまくごまかしてくれ！じゃあ、どうしたのかな、あんなに急いで。変なの。マヒロー！あ、お兄ちゃん。マッピー、お兄ちゃんレーダーはないの？ないよ。あ、そう。なあ、時
キコさん見なかった？その今玄関の方へ行ったよ。行っちゃってるし、お兄ちゃんには内緒にしてくれって。意味ないし。そっか、トキコさん怒ってるのかな。え、どうしたの？なんでお兄ちゃんトキコさん追っかけてるの？いや、実はカクカクしかじかで。すごいすごい、お兄ちゃん、それで B、 それとも C？ どれにも当てはまらないんじゃない？なんか聞いてるだけで恥ずかしいんだけど。ねえねえ、実際どこまでがどうなってるの？いや、もうアルファベットなんかじゃ表せないよ。でたらめ言うな！トキコさん！トキコさん！言っちゃった。いいなぁ、なんかいいなぁ。マヒロちゃん！あれ、今度はマヒロちゃん。岡倉先輩。カズキとトキコさん見なかった？うん、今ここに。で、お兄ちゃんたちを探してるの？ああ、なんかよ、二人が喧嘩したみたいだから俺たちが力を貸して仲直りさせようと思ってさ。マヒロちゃんたちも来る？本当は単に首突っ込みたいだけだよ。そうそう。そういうことならレッツ追跡ゴー！そんなの武藤先輩と時子さんに悪いんじゃない？人の行動を盗み見するなんてやっぱり面白いじゃないか。え？バレなきゃ OK！ 大丈夫、何を隠そう私は尾行の達人！よっしゃ、そんじゃ行くぞ！姉さん、行くよ。え？あれ？ん？あれは？そこどいてくれ！ダメですよ、津村さん。廊下は走らないこと。それどころではない！どうかしたのか？カズキに追われている！あらあら、仲の良いこと。お前、ちびか行け！カズキが来たら、まだ校内に残ってると言ってくれ！はいはい。わかりました。あら、先輩！武藤！トキコさん、こっちに来なかった？ああ、それなら。どうなさったの？ずいぶん慌てているようですけど。それが、カクカクしかじかで。カクカクしかじか、そう、なるほど。そういうことか。どういうこと？行き先知ってるの？はい、たった今ここを通って外へ。姉さん？そっか、ありがとう。ああ、そうだ、大岡先輩、大学推薦合格おめでとう。ありがとう。秋水先輩も剣術剣道の武者修行頑張って。ああ、じゃあ。武藤君は相変わらずね。そうだね、そして姉さんも相変わらず。あら、やだ、綺麗？いや、腹が黒いな。何か言った？いや、別に何にも。岡先輩！まひろちゃん、それに皆さんも。そんなに大勢でどうしたの？いや、和樹のやつ見ませんでした？それに、時子さんも。武藤君に津村さん？またどうして？それは、カクカクしかじかで。カクカクしかじか、そういうこと。それは面白そうね。二人なら今さっき学校の外へ出て行ったわ。ありがとうございます。よし、行くぞ。レッツ追跡ゴー。あらあら。じゃあ出水君、帰りましょうか。ああ、なんだか楽しそうね。大ごとにならなければいいけど。やっぱり腹が黒いな、姉さん。何か言った？いや。言ったでしょ。いや。言ったわよね。いや。そう、言ったわね。いや。
ここまで来れば和樹も追いつけまい。いらっしゃいませ。ようこそ超ロッテリアへ。ん？げやあつむり。ああトキコ。あ、つむらさん。パピオン御前キャプテンブラボーにブス島。うわー、変人ばっか。来るとこ間違えた。大丈夫、つむりも十分変人だって。うるさい。大体なんでお前がここにいる。戦乱に回収されたんじゃなかったのか。あれ、知らんかった。回収されたのは戦乱に登録されてる方。アナザーでタイプな俺様は自由で気ままなアウトローとくらい。ほう。ちなみに俺が着ているのはシルバースキンを模してオーダーメイドした普通のコート。なぜならこの方がかっこいいから。ほう。三千と輝く魅惑のボディ、きらめくシルバーに深みのある青のライン、ブラボーでスタイリッシュなシルエットはまるで中世ヨーロッパの貴族のようだ。わあ、それは素敵ですね。そうだろう、そうだろう、まさにまさに。ブス島、せめてお前だけは変態の同類だと思われないよう、そのマスクを外せ。え、私はマスクなしじゃ。恥ずかしくて人前には。ほらほら、ブス島、これからはそうも言ってられんだろう。でもいいか、トキコ、戦士といえど未成年の者は修学必須という戦団の新方針でな。ブス島も銀星学園に編入することになった。3学期からこの子も寄宿舎の仲間だ。そして加えてゴータも一緒だ。よろしく頼むぞ、んな。でしたら今出て行かれましたけど。ふん。いらっしゃいませ。ようこそ超ロッテリアへ。ん、あれ、よう、カズキ。おう、カズキ。あ、武藤さん。ママ座れよ、カズキ。いや、俺今トキコさん探しているから。ん、来るなら多分ここかなと思ったんだけどな。なんでわかる？いや、だってトキコさんはああ見えてちょっと変なところあるから。貴様が言うな。お前もだ。ブラボーさんも。そしてこの状況に慣れてしまった私も。店員さんなんか言った？あ、いえ、何も。てか蝶野、なんだその格好。ロッテリアの帽子に名札？ん？これか。これは一日店長とやらを頼まれてな、戯れついでにやっているのさ。ほえー、はい、ただいま超人キャンペーン第2弾実施中、よろしくお願いします。パピオンフィギュア付きパピオンセットに期間限定パピオンバーガーもある。朝はおはようパピオンモーニングセットも揃っています。朝パピするが合言葉だね。パピオン尽くしで超お得だぞ。ああ、朝から胃がもたれそうだな。何を言う。あの、トキコさん知らない？つむらさんならさっき来ましたよ。本当？どうした、珍しく喧嘩か。何かまずいことでもやったか。いや、喧嘩っていうほどのことじゃないと思うんだけど。例えば顔の傷のことに触れるとか。ふん、ドンピシャか。ブラボーはトキコさんの傷のこと何か知っているの？ああ、だが俺の口から話すことじゃない。俺から言えるのはただ一つ。先端の医療技術と角金の治癒力を使えば、あの傷跡はきれいに消すことが可能だ。だがしかし、それを知っていてトキコはあの傷を治そうとしない。本人しかわからない密かな思い、おそらくあの傷にはそれが隠されている。そっか。ありがとうブラボー。俺行ってくる。あ、ちょっとストップ。なんだよ。相変わらず謝れば済むと考えているのか。謝るなよ偽善者。ここは謝って済ますべきじゃない。蝶野、行け。
サンキュー。ここは謝って済ますべきじゃないか。お前の口からアドバイスが出るとは意外だな。ま、それでも謝るとは思うけどね。あいつはどこまでも偽善者だから。ここしばらく全国を飛び回ってて、あんまりあいつらに構ってやれなんだ。ふん、ここは大きなお世話な小さな親切。ふん、お前らしくないな。そうでもないさ。長い長い人生に張り合いのある相手は欠かせないからね。超人パピヨンは嫌な奴ほど大事にするのさ。いらっしゃいませ。ようこそ超ロッテリアへ。あ、やあ、お前らじゃねえか。おお、おかくらに6マスに大浜にマヒロにチーチンにサーちゃん。とりあえず全員呼ぶんですね。ん？そこにいるのは超人パピヨン。なんだか最近よく見るな。見かけても普通になってきたよね。でもなんだか今日は様子が違うような。今日は俺がここの一日店長をやっている。ぜひ飲んで食べていってくれ。パピヨンバーガーにパピヨンフライ、パピヨンナゲット、そしてパピヨンスマイルはゼロ円だ。ところで何しに来たんだお前ら。あ、そうだそうだ、忘れてた。お兄ちゃんとトキコさん見なかった？トキコとカズキか。おう、あいつらならさっき入れ違いで出て行ったぞ。ああ、惜しい。もう少し早かったら追いついたのに。じゃあもう一回レッツ追跡ゴー。あー、さあ行くぞ。あいつら相変わらず能天気だな。まあそのおかげで何かを得た者も少なからずいるわけだが。武藤さんと津村さん、放っておいて大丈夫でしょうか。ああ、心配いらんさ、あいつらなら。はあ。午前、お前はいいのか、あいつらと一緒に行かなくて。へん、バカにすんなよ。俺様がいつまでも団体行動ばっかりしてると思うな。最近じゃようやく桜花にこき使われなくなってせいせいしてんだからよ。桜花一人相手すんのも大変なのによ。月子なんでこのフリーダムを手放すわけねえってな。あら、それじゃあ桜花って人ずいぶん面倒な存在なのね。そうそう、そうなんだよ。第一桜花ってさ、うわっ。第一桜花って何？いや。なーに？ずいぶん逃げてきた。冷えてきたな。先輩！ゴータ！んな薄着で何やってんすか？いや、ちょっとな。もう、風邪ひきますよ。俺のでよければ、来てください。すまない。で、どうしたんです？ああ、和樹から逃げていてな。武藤から？武藤が先輩の傷に触りたがってる。ったく、何を考えているのかさっぱりわからん。わかる、すっげーわかる。何か言ったか？いや何も。あ、それで？ん？いや、だからやっぱりその傷のこと人に触れられるのは嫌なんですか？そうだな。この傷は私にとって大切だ。過去がなくてもこの傷があるから今の私がある。
人に触れられて気持ちのいいものではない。相手が武藤でも、和樹はなんでこの傷に触りたがるんだろうな。思うにほんのり薄紅色で綺麗だからとか。綺麗と思ってくれるなら嬉しいが、まさかその程度のことで。いや、あいつ天然でまっすぐバカだから。カズキ、トキコさん。カズキ、聞いてみれば先輩。え、さっきのこと。カズキ、君はなんでこの傷に触りたいと思うんだ。なんでって、ほんのり薄紅色で綺麗だと思って。ね、それだけなのか。うん、それだけじゃない。じゃあなんだ。うん、その傷も何もかもひっくるめて、丸ごと全部トキコさんのことが好きだから。羨ましすぎる。和樹君、すごいな。愛の告白、初めて見た。まあ、青春って感じでいいんじゃないか。本当熱いわね。姉さんは本当物好きだね。トキコさん、本当にごめん。トキコさんの気持ちも考えないで追いかけ回して。分かった分かったから場所を変えるぞ。来い。ね、いいなあ、俺もストロベリーが。頑張ってね、岡倉くん。ま、当分無理そうだがな。うせえ。ったく、武藤のやつ、世話焼かせやがって。あら、君は。あ、その説はどうも。皆さん、銀星学園高校の生徒ですよね。あ、はい。悪いけど、寄宿舎の場所教えてくんない？ええ。あの、顔色が少し良くなさそうですけど。大丈夫。古傷が少し、うずいてるだけ。久しぶりだね。トキコさんとこの給水塔の上に登るの。そうだな。最初に登ったのは、私が君に格金を与えてしまった時か。もう、ずいぶん昔のことみたいだね。ああ。9歳の時、私はホムンクルスに襲われて、過去と日常を失った。え？その時、錬金船団に助けられ、一時保護されることになったのだと戦士長から聞いている。千歳、あの子の容体は？角金治療の併用で体は順調に回復しているわ。ただ心の方が。昼間はフラッシュバック、夜は悪夢にずっと苛まれていて。そうか、あの年でホムンクルスの異常な殺戮の現場を目撃してしまったんだからな。無理もない。緊急事態、ホムクルス一体脱走。脱走隊はナンバー594。全選手は至急戦闘態勢を取れ。ナンバー594って日渡り君が執念でやっと捕獲した。あの任務の件の首謀者。その時私はまだ眠っていたのだという。いつも悪夢に苦しんでいたらしいが、あまり覚えていない。Ha ha ha!
よう。誰？覚えてないの？ほら、一緒に日直してたクラスメートの西山。知らない。やだ、来ないで。まあいいや。今ちょうど困ってるんだ。助けると思って君の胸につけてるその核がね、どうだ。そして私の顔にこの傷がついた。それまで埋め尽くしていた恐怖と怯えすら吹き飛び、心が真っ白になった。そして混乱の中現れたのは、戦う意志。大丈夫か？私は無意識のうちにホムンクルスを殺していた。この傷は私の戦士としての始まりで証だ。あの時、この傷がつけられた時、私は戦士としての道を本能で選んだ。時子さん、もう戦士でないとはいえ、気軽にやすやすと触れてほしいものではない。うん、ようやくわかった。カズキ。ん？触れてみるか。え、でも気軽にやすやすとでなければいい。それと相手が君なら。うん、じゃあ。トキコさん、喜んでる？喜んでない！傷跡は普通敏感なものなんだ！これはこれで便利なんだぞ！風向きを測ったり、天気を予測したり。うん。じゃあ、もう一回。うん。喜んでる？喜んでない！じゃあ。喜んでる？喜んでない！喜んでる？喜んでない！よし、それじゃあ今日からこの寄宿舎の新しい仲間となる二人を紹介する。二人とも三学期からの転入だ。みんな仲良くしてやってくれ。はい。まずは2年生の中村豪太。どうも、中村豪太っす。よろしく。さっきのちいちどうかした？うん、なんでもない。なんか顔赤いよ。赤くないもん。あの人かっこいいよね。またにぎやかになりそうだな。そして1年生のブス島花香。よろしくお願いします。やったー、すっげーかわいい。ストロベリーカブヒア、かわいい。スイーティーでスルーティー、ミルクティーな感じでかわいい。みんな仲良くやってくれ。ねえねえ、誕生日と星座は？え？生まれはどこ？え？好きなタイプは？炎のような人。物知ってください。え？どうやらブス島もうまくやっていけそうだな。そうですね。ゴータ、お前は大丈夫か？ちゃんと友達作れよ。戦友ならいるんですけどね。よっよっ。まあ、いろいろとよろしくな。大丈夫、任せてくれ。君は人の面倒見ている場合じゃないだろう。期末考査の追試はどうする？結局今日は勉強にならなかったし、このままだと。大丈夫、何を隠そう、俺は追試の達人。はいはい、どうせなら期末考査の達人になってくれ。大丈夫大丈夫。
げ。何を隠そう、俺たちは追試だ。もう、よし、わかった、みんなまとめて面倒見てやる。イエーイ、全員集合。疲れた。なんかやったら重いな、こいつら。まったく、持ってくるだけでくたびれちまったぜ。ん？お、もう始まってんのか。マイクチェック、ワンツー、よー、みんな元気か。エンゼル御殿様だ。今日はな、特別にいろんな奴らの日記を公開しちまうぜ、ブラザー。ノリノリの、アゲアゲのテンションアップアップで、レディーステディーガーダー。じゃあ、チェキロー。では早速、最初の日記を拝見。12月18日晴れ。今日はお兄ちゃんとトキコさんがデートをしていました。で、こいつはマッピーの日記だな。ん？で、なになに？そこで、ちょっと思い立って、二人を尾行してみました。二人の行き先は駅近くの商店街。今日はどうやら二人でお買い物デートのようです。トキコさん、あっち行こう。待て、カズキ。もう少しこっちを見ていたい。冬休みも間近で、カップルの気になることは、たくさんあるイベントのことばかり。クリスマスでしょ、大晦日でしょ、スキーに、初詣に。二人の仲が進展するチャンス。お兄ちゃんも、トキコさんを誘おうと、思い切って切り出しました。ねえ、トキコさん。なんだ？冬休みって何してるの？お兄ちゃん、いきなり直球な質問。もう少し変化球でも良さそうだけど、二人の性格を考えればこれもありです。冬休みか、そうだな、特に考えてない。君は何かプランでもあるのか？ナイス、トキコさん。やっぱり女の子は男の子の誘いをいつでも待ってるんだよね。質問を質問で返す。これなら不器用で鈍いお兄ちゃんでも誘いやすいはず。行け、お兄ちゃん、ゴーゴー。うん、また岡倉たちとスキーにでも行こうかなって思ってる。なんでここで岡倉さん。分かってない、全然女心分かってないよ、お兄ちゃん。トキコさんも一緒に行こうよ。もう、ついでじゃダメなんだよ。二人はもうそんな仲じゃないでしょ。いや、私は別に、スキーはやったことがないし。ほら、トキコさん拗ねちゃったよ。そうだよね、ちゃんと二人きりって誘ってほしいよね。うん、やったことないならなおさらだよ。スキー楽しいよ。みんなで民宿泊まったり、家でぼーっとしてるだけじゃつまらないでしょ。最悪だよ、もう。そんな誘われ方して女の子が喜ぶわけないじゃん。どうしても君と一緒に行きたいんだくらいのこと言えないのかな。トキコさんかわいそう。そうか、まあ確かにやることもないし、行ってみるか。形勢逆転。お兄ちゃんのミラクルショット炸裂。やっぱりトキコさんのツボはお兄ちゃんしか押せないのね。いやー、もうなんか見てて嬉しいやら恥ずかしいやらだよ。あ、いけない、一人で盛り上がりすぎちゃった。ウォッチどこ。そうか、私たち二人だけか。よく聞こえなかった、なんて言ったの。うん、二人だけ。だから二人で行こう。は？二人？二人だけ？やあ！お兄ちゃんすごい！大胆すぎ！どさくさに紛れて二人きりのお泊まりに誘っちゃったの？それじゃあ、全部君に任せるぞ。
私は初めてだからな。うん、任せといて。ってまあ俺もよくわかんないけど。え、ちょっと待って、二人で旅行、二人きり、本当にいいの？それって二人はまだ青少年、冷静に考えてみればちょっと早すぎるよ。このままじゃ二人は大人の階段登っちゃうよ。そうよ真宙、ここは非常に徹して二人きりの旅行を阻止しなきゃ。若い二人に任せるのは早すぎるのよ。ここはみんなで行くべきなのよ。お兄ちゃん。ん？お、真宙。ダメだよお兄ちゃん、二人きりなんて。え、なんでだ？まだお兄ちゃんとトキコさんは若いの、若すぎるの。は？何を言っている。ここは焦らずみんなで行こうね。その方が二人にとってもいいはず。あ、ああ、分かったよ。こうして、なんとか大人の階段を登らせずに済みました。厳しいかもしれないけど、心配だからこそ止めたんだから。分かってよ、お兄ちゃん、トキコさん。というわけで、本日のお兄ちゃんとトキコさんの進展度数、76点！スキーウェア持ってないのトキコさんだけだし、俺のも小さくなっちゃったんだけどな。わざわざみんなで買いに行く意味あるのかな。君のセンス信用されてないんじゃないか。これってどう考えてもマッピーがカズキンとツムリの邪魔してんじゃねえか。っていうかこれじゃストーカーだな。よし、それじゃあ次の日記行ってみるか。あー、なになに？12月19日曇り。今日も先輩に呼び出された。って、ひょっとしてこれゴーチンの日記か。あーと、なになに？最近先輩は何かあると俺に相談してくる。もちろん相談内容は武藤とのこと。いや、決して嫌じゃない。先輩に頼られるのはむしろ嬉しい。それに俺は先輩のことは完全に諦めたんだ。でもやっぱり古傷が少しうずく。ということなんだ。なんだ、そんなことすか。気にせずスキーに行ったらいいじゃないですか。いや、だがな、やはり今はカズキとの仲を妙に注目されてだな。なんかこう遠慮というか。恥ずかしいんすね。まあそれもあるが、とにかく私たち二人がみんなの輪の中にいるのが気まずい。いや、先輩といる俺の方が思いっきり気まずいんだけど。だからなゴータ、お前もスキーに来てくれないか。ね、な、それはちょっと。ここで本音を言えないのが切ない。ああ、遠慮しなくていいぞ。彼らなら絶対に大歓迎してくれるはずだ。いや、みんなはともかくカズキのやつは。むしろカズキが一番歓迎すると思うが。それはそうかも。でもそれがまたやたら気まずい。どうだ、お前のように新しいメンバーがいればみんなも私も変に遠慮しないで済む。確かにお前には悪いが。あ、俺に悪いと思ってくれてるんだ。いいかい。よし、わかりました先輩、考えておきます。俺もここの生活に一日も早く慣れなきゃいけないですし。そうか、恩に着る。それじゃあみんなに話してくる。こうして先輩はまた俺のことを頼ってくれた。ゴータ、お前もスキー来るんだってな。ああ、よろしくな。こいつらは俺の仲間たちだけど、もう知ってるかな。岡倉に、大浜に、六マス。やあ、よろしく。どうも。それに武藤和樹の妹真宙です。ああ、だいたい知ってるよ。それにこっちがさあちゃんに、こんにちは。こっちがちーちん。あ、この間はどうも。あ、君は。
私たち3人もスキーに行くからよろしくお願いします。こちらこそよろしく。どうしたのちーちん。あ、うん、なんでも。ゴータ、やっぱり気が進まないか。いえ、全然そんなことないっす。そうか。そう、これでいい。先輩が幸せでいられれば俺はそれでいい。いつもすまないな。いいですって、何でも言ってください。なんなら荷物俺が持ってってあげますよ。あ、じゃあ俺頼む。私も、私も。なら俺も。お前らじゃねえって。中洲じゃねえかよこいつよ、いい男だぜ。じゃあ次の日記、次の日記と、わっ、なんかやたらファンシーだな。誰のだこれ。12月19日、曇り。今日は、和樹たちとスキー旅行の予定を決めた。もちろん、和樹のストロベリーなお相手、トキコさんも来る。ってこいつは岡倉の日記か？それと、例によって、まひろちゃんたちも一緒だ。加えて今回は、和樹とトキコさんの知り合いの、中村豪太ってやつも来る。で、俺はというと、またもストロベリーハッピネスはできずに青春の1ページを綴ることになるのか。よし、これで決まりだね。和樹に時子氏に豪太氏、それに真宙ちゃんにちーちんにさーちゃんに、俺ら3人。なあ、あの新しい子は誘わなくていいのか。何？そういえば、ブス島もここの寄宿生になったんだったな。ええ。1年生だから、和樹の妹さんたちと同じ学年ですよ。真宙と同じか。じゃあ、彼女も誘ってみよう。オーマイフレンド！なんつうエンジェルパスを出すんだ。持つべきは友！和樹、今ほどお前を愛しく感じたことはない。でも、どうかな。あいつ重度の恥ずかしがりっていうか、人前でまともに話せないくらいだし。そうだな。誘ったところで果たしてOKするかどうか。問題ない。え？彼女はこの俺が誘ってみせる。必ずだ。待っててくれ。行った。大丈夫だろうか。ダメだろうな。うん、ダメだと思う。あれ、戻ってきたぞ。ダメだった。早すぎ。岡倉、元気出せよ。いいよ、俺のことは気にせず、みんな楽しんでくれ。岡倉。岡倉くん、わかる。やべ、今ならこいつと仲良くなれる気がする。ゴータ、何か言ったか。いえ。え？そうだ、今までの俺じゃダメだ。このままじゃ壁を壊すことはできねえ。え？岡倉、どうした？キャプテン、ブラボー。どうも。そうか、気になる女子に振り向いてもらえないか。キャプテンブラボー、頼む、お願いだ。13のブラボー技の一つ、脳殺ブラボーキッスを俺に教えてくれ。断る。なんで人の力を借りて一流のあの子を振り向かせようなど言語道断。己の力でぶさってみろ。これまでの俺のままじゃこの壁は壊せねえ。でも俺だってどうにかしたいんだ。俺だってカズキみたくストロベリーたいんだー。
わかった。岡倉、お前も男になるか。キャプテンブラボー。それじゃ、ブラボキスを俺に。断る。断った。ブラボキスは俺だけが使える技。岡倉、お前はお前の脳殺、いや、悶絶岡倉キスを得得しろ。悶絶岡倉キス。それから悶絶岡倉キス得得のため厳しい特訓が始まった。3497 3498 3599 3500。シャドウ投げキスは全ての基本。岡倉、もっとスピードを上げろ。はい。手首の返しが甘い。甘いのは笑顔だけで十分だ。はい。こら、脇を締めんか。脇を。はい。肘を左脇から離さない心構えで、やや内側を狙い、えぐり込むようにして、打つべし。打つべし。いいか、勝負の決め手は熱いハートだ。お前のハートで牛乳を温めてみろ。はい。悶絶岡倉キス。違う、そんなものはブラボキスの真似事に過ぎん。お前自身の魂をぶつけろ。え、いいか、女子へのアプローチにおいて大切なのはテクニックではない、ハートだ。その熱く激しくたけだけしい岡倉秀幸の魂をぶつけてみせろ。俺自身の魂。そして俺はついにたどり着いた。よし、よくぞここまで頑張った。あとは決戦の時、その完成した悶絶岡倉キスを見事決めてこい。はい。というわけなんだ。無理にとは言わないが、どうだ、ブス島。楽しいよ。はい、それじゃあ。ブス島さん。あ、岡倉。やっぱり僕らとスキーに行ってくれませんか。ああ、それなら今。悶絶岡倉キー。あの子せっかく行く気になってたのにな。なぬ、自業自得。ぎっていうか、怯えさせてどうする。あれあれ、ブラボーが言ってたのと違う。ああ、言い忘れたが、下心があると別の作用を及ぼすことがあるので要注意だ。なんだって。というわけで、ブラボーの元君のおかげで得した悶絶岡倉キス、もう絶対に使わねえ。いやあ、見なかったことにしよう。よし、それじゃあ本日のメインイベント。12月19日、曇り。今日は終業式前日。武藤君と津村さんに誘われたスキー旅行。
秋水くんは武者修行。私も冬休みはちょっと忙しくなりそうなので、せっかくだけどお断りすることに。それで秋水くんと寄宿舎へ。おい、岡倉のやつ大丈夫か？大丈夫、振られるの慣れてるから。そうか。本当、岡倉とは仲良くなれそうだ。何か言ったか？いえ。こんにちは。あ、大岡先輩と秋水先輩、いらっしゃい。いや、わざわざ出向いてくれたのか、すまない。いいえ、私たちは大丈夫よ。それより彼の方は大丈夫なのか？なんだか。ああ、岡倉？今振られたばかりで。ブス島をスキーに誘ったのだが、見事玉砕してな。そうなの、お気の毒に。でさ、大岡先輩と秋水先輩はスキー来られるの？いや、それなんだが、あいにく。ええ、喜んでご一緒させてもらうわ。姉さん？そっか、よかった。姉さん、話が違う。明日スキーウェア買いに行かないとね、秋水くん。では、これで人数が決まったな。俺と先輩と和樹と。岡倉に大浜に六マス。それと、真宙ちゃん、さあちゃん、ちーちんか。あと、大岡先輩と秋水先輩。全部で11人だ。いや、だから、俺は。12人よ。え？ブス島さんを忘れちゃダメよ。私から、もう一度お話ししてみます。きっと大丈夫よ。ね、岡倉くん。岡先輩。それじゃあ12人と。いや、13人だ。の、ブラボー？ 13 人って。また一人増えてる。なぜなら、俺も行くからだ。なぜならその方が楽しいからだ。じゃあ13人ってこと？いや、14人だな。蝶のパピオン。一体どこから？スキーか、超久しぶりだね。それじゃあ14人で。いや、15人だ。日渡り選手長。なぜお前がここに？というか、まずその火を消せ。日渡りも一緒にスキーに行くってことか？悪いがゴラ、別にブス島が心配でたまらねえとか、そんなつもりはねえからな。ブス島をおめえらみてえな連中の中に放り込んで放っておくわけにはいかねえからよ。ああ、なるほど。なんだてめえその態度は。焼くぞ。はいはい。大体な、俺がいると何かと便利だ。万が一雪山で遭難したり雪崩に巻き込まれても、俺なら一瞬で雪を溶かしてだな。あ、そうだ、街灯一つない暗い夜道で。いやん、怖い。なんつう時でもだな。こうして参加者も増え、随分と賑やかな旅行になりそうです。姉さん、なんでまたスキーに行くことにしたんだい？しかもわざわざブス島も説得して。あら、だって楽しそうじゃない。振られた人がどう出るか。姉さん、やっぱ腹黒い。あら、何か言った？いや。それに振られたのって岡倉くんだけじゃなさそうだし。ほんと黒い。何か言った？いや。言ったでしょ。いや。言ったわよね。いや。冬休み、本当に楽しみです。オッケー！みんな、楽しんでくれたかい？日記公開はこれで終わりだ。次回もいろんなやつの日記を仕入れてくっから、楽しみにしてくれよ。つーか、岡のやつ、ほんと腹黒いよな。何が黒いですって？いや、だから、オオカの腹があって。
どこに行ったのかなと思ってた私の日記、こんなところにあったのね。見つかってよかったわ。お、おか、いや、あの、これにはおわけがあって。まあ、そうなの。とりあえず、ちょっとこっちにいらっしゃい。集英社ドラマ CD 武装錬金2、原作和月信弘、ストーリー協力黒崎薫、脚本下山健人、演出高寺武、出演は武藤和樹、福山潤、津村時子、柚木涼香、キャプテンブラボー江原雅史、中村豪太、川田真嗣、パピヨン窓野光明、早坂桜花、名畑目瞳、早坂秋水、谷山紀章、武藤真宏、平野綾、岡倉秀幸、風間優斗、六松浩二、近藤孝之、大浜正史、園部義則、ちいちん、井ノ口由香、さあちゃん、下谷のり子、日渡り関間、ムーンフェイス、関智和、立山千歳、小林優、薄島花香、矢作さゆり、エンゼル御前、水田わさび、以上でお送りしました。おまけコーナー、イエーイ。ということでね、武装錬金第2巻ということでね、ドラマ CD の収録を行っておりましたが、はい、もうだいぶあの夜も更けまして、はい、遅い時間になっておりましたので、ちゃちゃっと言って終わりたいと思います。はい、はい、もう間もなくアニメの方もですね、収録が始まるということを伝えてくださいと書いてありますんでね、一応お伝えしたところで、はい、すいません。なぜか、私が進行役ということでね、多分本編ほとんど喋ってなかったからだと思うんですけれども、仕事しろ、はい、はい、仕事させていただきたいと思います。じゃあまずはですね、はい、武藤和樹役の福山くん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、武藤和樹役の福山純です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、あのドラマ CD2 枚目ということで、1枚目はね、はい、なんかあの学園祭がどうのっていう話をして、バシャバシャした感じで、演劇やりながら戦ったりとかしましたが、はい、今回はあの、なんで笑ってるんですか。いや僕は手揉みながら話してるのがおかしいですか。なんかね、なんかこう立つと落ち着かなくて、はい、まだね、あのアニメも始まるということであれなんですけども、はい、ただやっていない本編より先にエンディングをやってしまいまして、そうなんだよね。いや、なんか変な感じですね。はい、もう連載の方もね、一応終了してますからね。はい、はい、まあ、エンディングの他にもまあオリジナルの部分もあったりとかで、はいはいはい、今回はあの戦いというよりも楽しくやらせていただきまして、はい、本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、ということで続いては、津村時子役の柚木さん。柚木涼香です。はい、ありがとうございます。今日は武装錬金アフターということで、はい、あのもういろいろあって、はい、あのちょっと和樹くんと、はい、ちょっとラブラブになってからの話だったので、ちょっとなんかセクシーな場面ありましたね。なんかちょっとね、恥ずかしかったです。アニメーションでは本当よ、あらわたをぶちまけろ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあということで続いては、キャプテンブラボー江原さん、よろしくお願いします。キャプテンブラボー江原私です。どうも皆さん、お疲れ様でした。というわけで、現実と非現実、はい、日常と非日常、はい、青春はラブリーだね。お後がよろしいようで、はい、江原さん、あのずっと外であの黒胡椒せんべい食べまくって気持ち悪くなってたんです。はい、コーヒーがなかったらしい。コーヒーもなかったですね。続いてはパピオン役の窓野さん、お願いします。はい、なんでみんなシーンとなすよ。手叩けよお前ら。イエーイ、なんかやってくれんじゃないかという期待感。いや、パピオン役の窓野美咲です。いや、するか。マスクだけだったらいいけどな。ということは、まあまあ夜も更けてまいりましたが、はい、まあ明日の朝はみんな朝パピする。以上でした。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、中村豪太役の川田くん、お願いします。はい、中村豪太役、川田真嗣です。豪太くん、かなりあの届かぬ思いの切ないキャラなので、はい、実体験をうまく思い出しつつ、まだまだ、役作りに挑みたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、武藤真宏役の平野綾さん。はい、武藤真宏役、平野綾です。よろしくお願いします。お願いします。はい、
緊張しました。あ、緊張しました、はいはい、緊張しますよね。はい、でも楽しかったです。楽しかった。緊張したけど楽しかった、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ岡倉役の風間くん。はい、風間優斗です。はい、す思いもかけず、大活躍だったんで、はい、結構キモい感じになってました、ね。はい、キモい感じで、キモいっていうな。ありがとうございました、ありがとうございました、はい、はい、大浜役の園部さん。はい、大浜雅史役の園部です。はい、なんでいきなり園部さん、今日はなんかあの集英社さんにあの受けのいいような T シャツ着てま趣味ですが、はい、大浜君がねちょっとマニアックだということが分かったので、はい、まあ、僕がまあ大したことないんですけどね。あ、なるほど。園部さんはだいぶマニアックな、え、かなりちょっと人には言えないようなちょっとね、ちょっとそのいやでも多分あの T シャツを見るとなんかマニアックなのはすごく分かるような感じですけど、詳細なこと言うとちょっと捕まっちゃいそうなんで、はい、ちょっとやめときますけど。分かりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。6マス、くんの近藤くんお願いします。はい、すごい中途半端になりました。どうも近藤です、お疲れ様でした。サンバガの一番ちっちゃいやつということでね、はい、あんまりキャラ立ちしてませんけれども、はい、コーチンとでも呼んでいただければ。サンちゃんチーチーコーチン、コーチンコーチンだとね。ありがとうございました、ありがとうございます。はい、続いてチンチン役の、あ、違いますか、ごめんなさい、あ、チーチン役の井口さん、はい、井口優香です。お疲れ様でした。はい、はい、ちょっと、ラブロマンスが、はい、はい、起こりそうな予感がしないでもない感じになってきましたね。そうですよね、はい、楽しみです。はい、僕も楽しみにしてます。ありがとうございました。チンチンだけにね、はい、ありがとうございます。じゃあさあちゃん、はい、下谷さん、はい、下谷のりこです、ありがとうございました。あの今日はそうですね、三人娘でキャイキャイできて、はい、とても若返った気分になりました。まだまだもう若いじゃないですか。ありがとうございました。40には見えないぞ。はい、じゃあ続きまして、大川役の、はい、生玉さん、はい、はい、生玉です、お疲れ様でございました、はい、ありがとうございます、そうですね、一巻にあのエンゼル御前様喋ってなかったので二、はい、巻で、あ、そうなの、今日初めて来たじゃないですか。びっくりしたなんか今。わさびさん。まあ、わさびさんだったので良かったです。はい。可愛かったですね。終わりです。はい。ありがとうございます。続きまして、秋水役の谷山くん。はい、どうも、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日は本当関さんとロビーでいっぱいおしゃべりできたのが楽しみかな、ね、ずっと下ネタ喋ってましたね。非常にこう、はい、あの考え深くてアニメ化が今から楽しみです。ありがとうございました。じゃあ千歳役の小林さん、はい、お願いします。はい、はじめまして、はじめまして、今回からこちらに出演させていただくことになりました。ほぼ前回から自己紹介して、はい、立山千歳役をやらせていただきます。アトミックモンキー所属の関さんです。よろしくお願いします。小林優と申します。はい、今日いっぱいいろんな役やってましたね。あ、そうなんです、今日断末魔っていうか、ギャーってやつですね。そうです、それで西山くんを、やらせていただいて、あと、はい、店員さんもやらせていただいて、はい、ロッテリアの店員じゃないですか。そうなんです。すごい勉強になりました、ありがとうございます。はい、ね、楽しかったです、はい、ありがとうございます。頑張ります、よろしくお願いします。はい、そして毒島と書いてブス島さん、はい、矢作さん、はい、はい、はい、矢作さゆりです、お疲れ様でした。今回からということで、はい、楽しみにしてたんですけど、はい、ずっとテンパってもじもじばっかりしてました、はい、どうですか、女性的にブス島っていう役名は。ショックです。ショックですよね。ちょっと初め役を聞いた時に軽くショックを受けました。これどういう意味合いで狙いで私になったんだろうみたいな。そうですよ、疑っちゃいますよね。疑いますよね。でもまあ実際はすごく可愛い子だっていう風に聞いたので、はい、まあよしとします。矢作さんも可愛い。矢作さんも可愛いから大丈夫ですよ。そんなご冗談を。それは冗談です。ありがとうございます。でエンゼル御前、はい、わさちゃん、はい、はい、わさです。御前やりました、わさです。いやー関さん面白すぎ、あなたにはもうダメだ。わさもう最後ね泣いちゃいましたもん、感動して。ありがとうございます、本当に感動の話、はい、っていうかね、原作読んでね、最初読んでて、うわすっげえかっこいい人ばっか出てんよ、これはわさも人間かと思って。わさちゃんめちゃめちゃなんか喋りますね。いやすいませんね、つい関さんだからいっぱい喋っちゃう、せいぜいね、なんか、普段の会話になっちゃって、はい、いや大丈夫です、15役やりましたよ。すげえ、はい、すげえよ、ブラボー。ありがとうございます。ブラボー、ブラボー、ブラボー、役目じゃない、すごい、はい、でもね楽しかった、
ったです。今回初めて来て。あ、ギャグじゃなかった。私、このシリーズだけの初めて来たんで、ギャグかと思ったら、戦闘シーンとかって真面目な作品なんで。そうですよ。シリアスな話ですから、基本は。今後気をつけます。はい。ちょっとシリアスになったらシリアスに。あ、シリアスに。はい、頑張りまして。はい。どうぞよろしく。ありがとうございます。はい。ということで、私、日渡り関間とムーンフェイスをやらせていただきました。関智一が、進行を務めさせていただきました。はい、ということで、アニメ化、されますので、そっちもよろしくね。読んでるだけだよ。そこは読み方は力入れてください。はい、アニメ化、10月からね、テレビ東京系でオンエアされますんでね。ぜひ、はい。貫け俺の武装錬金って書いてありますから。いや、それも読んでるだけだ。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあまたね、次回お会いしましょう。さよなら。皆さんこんばんは、ムーンフェイス26夜です。ムーン、こんばんは、ムーンフェイス先月です。ムーン、今日はこのドラマ CD をご購入くださった皆様に、特別に我が兄弟たちをご紹介したいと思います。ムーン、それではどうぞ。ムーン、どうも、まゆずきです。座右の銘は3歩歩いて2歩下がるです。ムーン、16夜です。あ、イザヨイです。先日ストーカー被害に遭いました。プチトラウマです。ムーン、寒月です。好きな食べ物は卵豆腐です。ムーン、トウカンヤです。頭に人の名前つけると誰々とおかんやって関西弁になっちゃいます。ムーン、満月です。趣味はエステ通いです。この間体式マッサージに行きました。ムーン、さらに待つ月と書いて、老け待ち月です。決して老けるのを待つのが好きなわけじゃありません。ムーン、加減です。最近太り気味でダイエットを始めてます。ムーン、玉光です。こんな字がパソコンで出ません。ムーン、真夜中の月です。投げやりっぽい名前が意外と気に入ってます。ムーン、23夜待ちです。マッチャーキの歌にもあります。ムーン、新月です。存在感が薄いって言われるのが悩みの種です。ムーン、飛白です。ギリギリな感じが受けてます。ムーン、たちまち好きです。酔っ払うと結構絡みます。ムーン、おい、これ、ね、新月、おい、ちょっと聞いてんのか、これ。うん、気持ち悪い。